風の道はわかりますわ、風が吹く道。はい、電気の道っていうのは。あの、作った電気を送らなければならないわけなんですけれども、えー、風車を立てても、そのエリアを管轄する電力会社の送電線が遠いところにありますと、 そこに繋ぐまでの送電線っていうのを作らなければいけませんので、はい、それは当然、風力発電の会社が負担して、新しく電線を敷かなければならないと、えーで。青山高原に関して言うと、たまたま近くに中部電力の送電線があったので、うん、比較的少ない負担で、そこまでの送電線を敷くということができたんだそうです。うん、なるほど。はい、送電線の道がん電気の道。道路の道っていうのは、 それはなんでいるんですか道路が。これは、あの、風車はやっぱり大きいんですね。60メートルという支柱の長さがありますし、はあ、羽も、まあ、20メートル、25メートルというサイズがありますので、はあ、それをトレーラーに乗せて運ばなければならないと。はあ、ですね、風の条件がいいだけではダメで、はあ、そこまでの道がないと、 改めて道を作ららなななければならないとうそうしますと当然ものすごいコストがかかるわけで、まあ、公共投資といいますかまあ道路ですからね、まあ、そういうことにもなってきたりするので道がここも青山高原にはあったので運ぶことができたとそれは非常に大きかったと。 この3つの道のの話なんです、ね、3つの道がないと成功しにくいよはい、はい、そしてこの青山高原はまあ国定公園なのでまあ環境アセスメントが必要でまあ環境にどの程度影響があるかといった調査ですよね他にも森林法とか自然公園法に基づいてまあ県の許可が必要だったりするということです、ええ、そしてえ小崎さんにですねこの今後風力発電どうなのかというところも少し聞いてますのでこちらをお聞きください そうですね、今はですね、まあ、風力発電の事業者っていうのは、あの、一般のご家庭に電気を送るっていうことが、あの、できない、えー、状況にあるわけなんですけれども、それ、その規制が、まあ、あの、取っ払われた場合にですね、えー、まさにその、えー 送電線を使わせてていいただいて遠距離あの遠く離れたお客さんにまあ電気を送ることができるようになるということともう一つは地元の津市および東の皆さんに直接電気を送ることができるようになるということになると思いますけれどもお客さんからそういうニーズがあってそれにお応えすることができればですねあの風力の事業者としてはあ,のありがたいことかなというふうに思います。 規制を取っ払っ払てくれというう話ですかそうなんですね今やってることは作った電気を中部電力に売って、うん、その利益で会社をやっていくということなんですけども、えー、やっぱり電気を作ってますので。うん うち風力発電の電気を作りたい、あの、使いたいという人が出てきた場合にそこに送りたいと。うん。うん、でもそれが今はできないんですね。はい。はい。そして、あの、昨日も少し出てきたんですけれども、送料買い取り制度という法案が今通るか通らないかという状況でして、はい、<の>どういうもんですあの、電気、 風力、太陽光、こういったできた電気というのは全て電力会社が買い取らなければならないというルールなんですね。はいうん、で、これができますと、風力発電でできた電気に関しては、単価が上がるだろうという見通しでして、<ー>現状よりも単価が上がりますと、まあ当然こちらの会社にとってはメリットが大きいということもあるんですね。はい。で、あの、こちらの会社は中部電力に全部売ってるんですけども、契約で すべての電気を買うと。中電力が買うというルールを、もう、お互いにやってますので。そうん、今にね。はい、規制が変わるまでにね。はい。もうやってますので、大丈夫だとは言うことはあるんですけれども、あ,ええ、あの、一般には現状、まだ、あの、全部を買い取ってもらえる状況ではないということです。はい、それからもう一つは、どこへ送るかということで、うん、あの、まあ、電線、送電線っていうのは電気事業者のものなので、 え、青山高原の場合は、まあ、中部電力の管内です<う>で。その管内にいる人たちというのは電気を中部電力から買うわけですよね。選べませんよね。選べない。いはい。はい、風力発電なのか、うん、原子力発電なのか、火力発電なのか、何でできた電気を買って使っているのかっていうのは、わからないと。わ、うん、からないし、選べない、うん。はい。これが、発送電分離という話が今出てきていまして、うんねうん、電気を作る会社と。発電する会社、はい。送電線を管理する。はい。 ここが別であったらどうなるかということで、うん、そうすると、ひょっとすると風力発電で作った電気を一般の家庭に届ける、一般ユーザーからすると、風力発電の電気を買うことができるようになるだろうと今ある送電線を他の会社もどんどん使えたらいいってことですか、遅れたらうち作れるでっていうのが増えるってことですね、うん、でも電力のの、ねえー、地域の一社独占っていうのはこれによってなくなくるんですよね。うんうん だから非常に可能性のある話なんですね。でもこれまでの電力会社にとったら、独占の旨みも随分と削られるわけですね、うん。そうです。だから非常にそういう意味では、あの、まあ、公聴会開いてですね、まあ、その、安いとされてるね、本当は安いかどうか非常に疑問なんですけど、原子力の推進をですね、あの、車輪にやるわけですよね。だそれを崩すためにはやっぱりこういう、その自然再生エネルギーの、 こ,うまあ、これ私ね聞いてるとやっぱりもっとね技術力を高めないとダメなんか今ねコンパクトにで,できる技術を各社競ってやってるらしいですね。それと総配電をその<ー>スマートグリッドといってコンピューター管理で、はい、あの手際よくねあの<ー>今言った大,大掛かりな施設を使わずに。はい あの送電するというシステムが今もう特にアメリカはまあオバマさんのその就任の時の大きな政策の一つにもなってる。だからもうこう世界的な競争が始まってると思うんですよ。あのドーンドーンという音もなんとかなんか技術お願いしたいですしね。うん、もっともっとね本当にいてプロペラの数ももっとちあの小さくできるらしいですね。いろいろあるんでしょ？うんうん、そうなんです。どんどんそういった動きも出てきてましてあの風車も小さくしたりする動きっていうのはありますので開発は進んでいます。そして今平野さんが言ったスマートグリッド とまで行く前にまず開発されてほしい技術の一つに、うん、この、うん、あのウィンドファームの小崎さんが挙げていたのが蓄電なんですね貯、えー、めるってことですかそうです電気を貯める技術が上がってほしいと、うん、太陽光は昼間だけですよね、うん、風,風力に関してはもし音の問題で夜止めているとなれば、うんまあ、あと風が強い時に発生した電気を何とか風がない時も使いたい、えー、でこれができてくるとそのお スマートグリッドと言われる、いろ、うん、んなところの足りないところの電気はいっぱいあるところから融通しましょうねと。うん、ひょっとすると将来、うんえー、お醤油を隣の家に借りにくかのように、電力を融通してもらい合う、うん、そんな時代が来るかもしれないと。これもだけど日本は今世界最先端なんですよね。<ー>あの、リチウム電池って言って、あの、電気自動車に使う、あの、電池はほとんどもう日本製なんですよね。だからもうこれはあの、電力のこの応用にもね、使えるはずだし、 これはもののすすごい夢のある話ですね住宅用の蓄電池というのは、もう今、あの販売が進んできていまして、えー、おそらく今年から2012年にかけて、いろんな商品が出てくるだろうという見通しなんだそうです。うん、そうなってくると、えー、昼間作った電気を家庭でも貯めて、うん、そして使うことができるようになるという動きなんだそうです。えー、よね、うん、<laughs> 上田之アナウンサーでした